すいません、次の本の紹介です。ケイオ・テイトでございますね。ケイオ・テイト、ケイオ・テイトでございます。私の私鉄ケイオ・テイト、池田さんが作っております。あ、相葉さんも、今本町行き通勤快速ですね。ゴル・オブ・ブックス、カラー・ブックス、500円って書いてあります。保育者現職図鑑、いろんなのが出てますね。ちょっとピントが合わないですけどね。すごいですね。なんか英語のやつもあるし、いっぱい本を出している会社ですね。鉄道シリーズ、近鉄、西武、阪急、名鉄、小田急、営団、地下鉄、京阪、東急、南海、東武があります。相葉さんが作ってんですね。池田さんと、カラーブックス、日本私鉄ケイオ・テイト、保育者が出してるみたいですね。はい、まあ適当にパラパラパラと。お、古い、これは新宿駅かな。これは、まあ、これも初代新宿館ですね。パラパラパラとピコン、なんだっけ、5000系でしたっけ。5000系ですね。北野のところって書いてありますね。パラ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 と、カラーの写真も。これは、八幡山のところかな。上北沢が撮ってるやつですね。うん。まあ、そんな感じの本ですよね。あ、昔の、井の頭線の駅が今あったね。井の頭線、どこだかな、わかんなくなっちゃった。井の頭線も当然ながら乗っているという感じですね。まあいいや。これ新線の駅からね、電車が抜けていくところ、これ昔の渋谷駅のトンネルだったんですね。今はもう屋根に覆われてますけどね。昔の、高尾線の八王子方面と分かれるところですね。地上駅だったんですね。北の駅がね。路線図のね、変貌とかも書いてありますね。昔はここの新宿追分からこう出ていたんだけども、戦後ね、電車がね、ここの坂を登れなくなっちゃって、ここまでしか行けなくなっちゃって、それが名残でここに駅ができたっていう、そういう諸説があります。井の頭線ね。まあそんな感じだよね。そんな感じですね。ケイオ・テイト。